こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。SSR。 何でしょう、イソールーブル。二つ目は厳しいよな。ソウルブラ初登場です。あとはデイリーガチャ、即観戦チケット。というわけで、カタオン日没ですね。あと6周。488キロ。前走はドバイターフを勝利いたしまして、あと少しですね。何かご用でしょうか。まあ即観戦チケットが見れるので、使っていきましょう。6月を2周か。宝塚かな、これは。宝塚なのか、ジャパンダートダービーなのか、帝王賞なのか。いや、宝塚だな。元気いっぱいです。さあ、ダート両対応です。ご用でしょうか。さあ、頑張りましょう。来てる。適正な馬体重ですね。トマトなんてあったっけ。いい感じですね。さあ、頑張りましょう。
ね。さあこれで宝塚出しましょう。誰がいいのかな。前誰を出す出せてきたっけ。吉富、まあ吉富だな。何かご用でしょうか。行きましょう。阪神競馬場宝塚記念。一番人気ですね。 1.3 倍ダントツの一番人気。ただいまより投票受付を開始します。1着1着1着2着1着か。相手はタップダンスシティスイープショート賞だからアドマイヤグルボーいるけどな。そんなに強くないな。これシェシェついてる方がいいんだろうかな。スイープ投手の副賞も行きましょうです。2頭の思いはそれぞれです。宝塚記念、果たしてどの馬が夢をつかむのか。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開く、あなたの夢は肩の日没かタップダンスシティか。私の夢はアドマイヤグループです。先行グループからまず見てまいりましょう。9番タップダンスシティが先手を取ります。アーツクライ、東証ナイトがその後ろ、そして4番手にコスモバルクでやります。それから12番リンカーン、各馬第1コーナーに差し掛かります。内を通りましてボーンキング、その外に8番肩の日没、その後ろでやりましょうか。10番アドマイヤグルーヴ、4番プロイバタイ、ゼンノロブロイ、そのうちにビータローザ、ちょっと離れて5番スイープ投手でやります。そして外からは6番サンライズペガサス、もう一度前の方でやりますがタップダンスシティが先頭です。そしてその後ろからハーツクライ、そのうちからは1番東証ナイト、7番コスモバルク、それから2番ボーンキング、その外からはリンカーン、注目の肩の日没と柴田騎手、1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。内から1頭10番アドマイヤグルーヴ、その後ろ3馬身くらいあってゼンノロブロイ、その外ビータローザ、スイープ投手、外を通りまして6番サンライズペガサス、先頭は依然としてタップダンスシティ。さあ阪神競馬場は大歓声であります。肩の日没大歓声も後押ししているぞ。先頭佐藤とタップダンスシティ、肩の日没追い詰める、いい足で上がってきている肩の日没、肩の日没、ここで先頭に躍り出るゼンノロブロイが2番手、先頭柴田と肩の日没、ここでは負けられない。宝塚の主役は肩の日没、宝塚の主役は肩の日没だ。圧勝でしたね、肩の日没。ついに本格化だが、ここで引退。やりました。1着8番、2着4番、3着9番以上のように確定しました。ついにここで花開きましたね。おめでとうございます。
待って、残り3周ですからね。予想体重が、いや心理波動でしょう、これ。まずまずでしょうか。メロン、いい感じですね。僕、何かご用でしょうか。即観戦チケット、さあ頑張りましょう。使ってやりますか。気合十分ですね。嬉しそうですね。お、なんか発送前時間がほとんどないぞ。即感染どこの話じゃないよ。距離はこれだけの範囲があります。ターフかな。キングジョージを出せないわけじゃないですけどね。あまり WBC 魅力感じないんだけどな。吉富に託しましょう。さあ2分ちょっとですね。今までの成績です。完成までの時間なんで、いや本当に3着外したことがこの馬ないんですね。G1 ではあまり及ばなかったんですが、ついにチャンピオンズカップからドバイターフ高塚健とステップを上がってきました。さあやります。さあ観戦できます。一番人気ですね。このメンバーで一番人気はすごいな。投票受付を開始します。東海帝王はダメじゃないの。なんで名前つけないんだ。それにしてもマリーノステンダーとは僅差ですが、マクリーなんて持ってんですね。二重丸はこちらが3つと素晴らしく多い。そう、素晴らしかったんですね。まあ、潰さずに育成できたっていうのもやっぱり強みじゃないですかね。楽しみです。さあ WBC ターフ、ファーイーストで一番の歴史を持つワールドブリーダーズカップターフ、今年もまた新たな1ページが刻まれます。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。10番ユーブザイン先行策、そして2番手に3番東海帝王、アントエディスがその後ろ、そのうち肩の日没ドルニア、ちょっと離れて4番スワーブダンサーであります。ビアントル、そのうちからは8番コタシャン、6番シカステナンゴ、その外に11番ルーラーオブザワールド、アレフランス、1番黒い馬体マリノステンダーであります。さあ先頭の方はまだ固まっています。依然先頭10番ユームザイン、
これを追って3番東海帝王、外から1頭9番アーンテーデス、これが1番人気の7番片野日没、そしてそのうちに2番ドルニア、ちょっと離されまして4番スワーブダンサー、その後ろ3馬身くらいあってミアンドル、ホタシャーンがそのうちにいます。そして外からは11番ルーラーオブザワールド、そのうちにカステナンゴ、そしてその後ろからアレフランス、しんがりから1番バリノステンダーであります。さあ先頭の方はどうなっているか、ユーブザインは先頭です。これを追って3番東海帝王であります。それからもう1頭アーンテーデス、注目はただ1頭片野日没、目下連勝中。さあ残すは直線勝負、最高の舞台に駒を進めるのはどの馬か。片野日没は4番手といったあたり、先頭バウンとユーブザイン、外からは片野日没、バリノステンダー一気に抜けた、バリノステンダーが抜け出した。これは激しいレースになりました。すさまじい叩き合い、一騎打ちだ。果たし合いが内から懸命に片野日没、片野日没差を詰めてきている。一着片野日没、 WBC にかけた陣営の執念、これで胸を張って SWBC へ行けるぞ。すごいな、あ、終わったかなと思ったけど差し返したやん、すごい底力。いいですね。よし、1着7番、2着1番、3着5番以上のように確定しました。おお、騎射レベルアップ。農園で収穫できます。さあ、頑張りましょう。はい、ということで片野日没、宝塚記念について WBC ターンまで取ってしまいました。これは強いな。獲得賞金も 29,800万円と一気にステータスを踊り出てきましたね。これで、最後の SWBC に挑みます。次回、片野日没編最終回ですね。どのような結果になるんでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。またスターホースポケット、今まで遊んだ動画の記録、プレイリストに載っております。こちらも説明欄にアドレス記載してます。ぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、というわけで片野日没編でした。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。何かご用でしょうか。